さんこんにちは。リカコライフを始めます。今日はねルームツアーをちょっと軽くやろうかなと思ってます。前ねいろいろ紹介したんだけど、ちょっとずつうちも変わってるんで、少し紹介したいなと思います。では楽しみに、気に入ったら最後まで見てね。そしてチャンネル登録もよろしくね。ほい始めます。それじゃあね、まず外なんだけど、ここはね私がちょっとハーブとかバラとかね植えていて、これはレモン、ラベンダー。ハーブってこうやって手でねゴシゴシするとめちゃめちゃいい香りがするの、大好き。朝散歩行ったりとかしたらこうやってなんかゴシゴシしたりして匂いを楽しんでます。はい、そしてクリスマスローズもすごい綺麗に咲きましたね。この時期になると結構綺麗に出てきてくれますね。春になって知らない間に花が咲いてくれたりとかするとめちゃめちゃ嬉しいよね、ちょっとしたことが。はい、続いてこっちがね私の玄関アプローチになるんだけど、この間ねこのカゴをちょっとゲットしてきました。そしてこの中にラベンダーを入れてみた。かわいいよね、外で雨に濡れても全然大丈夫なんで、いい感じにポイントになってます。はい、そしてここがアプローチでーす。奥にはね土が届いてますね。ちょっと家庭菜園始めようと思ってちょっと土とかねゲットしました。はい、ここが玄関です。玄関にもクリスマスローズ、こっちは紫のクリスマスローズ、そしてチューリップ。この間これちょっとゲットしたんだけど可愛いよね、頭からお花が生えてる感じ、ちょっと春の感じにしてます。じゃあうちの中に入りたいと思います。ウェルカム。相変わらず玄関には、鈴、なんか気に入ってこれつけてます。はい、そしてここがうちの玄関です。ちょっと最近ね変えました、この間ピーターさんとお買い物に行った玄関のところにこの扉を飾ってみました。ちょっとアジアンなテイストにしたくて、ラグとかもちょっと雰囲気変えてこんな感じになってます。ちなみに私はユニクロのストレッチのパンツとこの間のザラのドルマンのパーカー、あとカチューシャも、これは私のオリジナルで作ってる、コラボのアクセサリーです。ちょっと宣伝してますけど、よかったらゲットしてください。はい、私の今日のファッションはこんな感じになっております。このねランプもほらこの間ピーターさんとお買い物したところでゲットしたやつだよ。これは外で本当は育てるお花たちなんだけど、日に当てたり中に入れたりしてこんな感じで飾ってます。ちょっとアップデートしました。じゃあ中に行きたいと思います。ノア君はいつもここでいろいろ見張ってます。はい、そしてここはテレビの横なんだけど、ちょっと前のルームツアーと変わってるかもしれない。ここはパリをちょっとテーマにしてるというか、パリの蚤の市で買ってきたヴィトンの、スーツケースとかを置いてます。そしてテレビの上のこの棚には、ここはちょっとハワイをテーマにしてるのかな、あと色とか、これはねハワイの、家具屋さんで買ったもので、ここ横にあるこの絵はあのハワイのアーティストが描いたものだったりとか、本はねちょっと色で
コーディネートをしてる。この辺はねちょこちょこ変わりますね、気分で。あとこのパイナップルはヴィンテージショップで買いました。そしてこのテレビの横はこんな感じになっていて、私の写真とかは、これ私がね50歳の時に記念で撮ってもらった写真とか、こんな感じになってます。ここのテレビのくくりつけのこの家具はやっぱりくくりつけでこうやってぴったり作ったものって何年経ってもフィットするし大事にしたいなと思いますね。もはやヴィンテージになりましたね、はい、そして これはマッサージベッドとかヨガマット。マッサージベッドはマッサージの人を呼んで家でマッサージしてます。でこのバスタオルはペンネルトンのバスタオルで、この柄がねすごい気に入ってて何枚も集めてるんだけど、うちはこれをちょっとブランケット代わりにしています。はい、そしてソファー L 字型、これ4年ぐらい前に新しくしたのかな。とっても使いやすくて気に入ってるよ。このラグはヴィンテージショップ。それからこのソファーにかけてあるブランケットは30年以上前にニューヨークで、ニューヨークのラルフローレンでゲットしたもの、手持ちで帰ってきてね、大事に大事にずっとしまってあって忘れてたんだけど、思い出したようにこの間掃除してたら出てきて使いました。こんな感じになってます。とっても気に入ってるブランケットです。でお花飾ったり、ここはローズクォーツ。私これ自分でオリジナルで作りました。販売もしてます。もしかしたら在庫切れかもしれませんけど、こんな感じになってます。リビングです。はい、そしてこれリビングの反対側なんだけど、裏側は私がちょっとお仕事をしてる場所で、ここの裏側にコンピューターがあって、ここは今書類がぐちゃぐちゃだから秘密。今度ねここのなんかデスクワークしてるところもちょっとぐちゃぐちゃしてない時に紹介したいと思うんだけど、ここで私はいつもいろいろ写真チェックしたりメールチェックしたり、いろいろこう書類まとめたり、次のラブギブスラブの企画を考えたり、ここのエリアでやっております。好きな洋書の本とかを隣に並べたりしていろいろしてます。私が一番好きなね、防具の表紙、これはもうまさしく私が目指す女性の象徴で、デニムに白いシャツ、何歳になってもこういった白いシャツとデニムがすごい素敵、一番だよというような内容をボーグがね取り上げてくれてて、2012年の本なんですよね、約10年ぐらい前。これはとっても素敵な本で、これを見た時にやっぱり私は間違いなかったって。これ年齢別にいろんな人取り上げてくれてて、30歳40歳50歳60歳、ね、とっても素敵でしょ。なのでもともと軸がしっかりしている女性っていうのは何歳になっても、白いシャツとデニムがすごい素敵だよって改めてこれを見た時に思ったんで、まあ私が18ぐらいからずっと思い続けてる自分の理想の女性像、誰かってことではなくて、やっぱり白いシャツ、白い T シャツにデニムが似合う女性でいたい、そういうふうに年を重ねたいってずっと思ってることなんで、改めてこのボーグに出会った時にまた再認識したという話でした。はい、そんなものをこのちょっとデスクの横にはいろいろ飾っております。はい、そしてこの棚、なぜねこれちょっとこの角度で撮りたかったかっていうと、ここね、ここにずっと置いてあるもの、じゃ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 ん、これ全部フェイクなのよ。 IKEA とかニトリでゲットしたもので、この間IKEA の時にも紹介したと思うんだけど、こんな感じで日が当たらないところにちょっとフェイクのお花を飾るようにして、まあこっちで仕事をしてるわけだから、なんかねこう見た目も明るくなるじゃん。なのでここはフェイクを飾っています。あ、これもくくりつけで作ってもらったんだけど、コンピューターとか書類整理できるようになってて、こっち側から見た時にはこういう風に本とかね、いろいろ好きなものを飾れるようにしてもらいました。はい、ここのエリアはこんな感じになってます。
はい、そしたらね、こっち方に行くとバーカウンターになっていて暖炉があったりします。こんな感じになってるんだけど、上の段はね、やっぱりあのハワイとかロサンゼルスでゲットしてきたもの、下はお酒が置いてあって、これ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 はね、近所に実はアーティストのチャラが住んでいて、チャラが使っていて、使わなくなったからあげるよってことでいただいたんですけど、ターンテーブルをまだつなげてないんです、ごめんなさい。早くつなげるようにしたいと思います。はい、そしてお気に入りの暖炉、これは私が家を建てる時にどうしてもつけたかった暖炉。まだちょっと寒い日は薪でね、火つけてます。そしてこっち行くとダイニングキッチンです。ここはみんないつもね、私がいろいろ撮ってる場所なんで見覚えあると思うんだけど、こっち方が僕がキッチンになっていて、そしてこっちがダイニングです。これはヴィンテージの、ワインボトルを入れるワインラック、それから、ディフューザー、好きなアロマをここで毎朝何にしようかなっていう感じでつけてます。お花は欠かさずやっぱり飾りたいなって思って、春なんでチューリップ、夜になるとこういうキャンドルを灯したり、これはお友達が先日レンが22歳になった時に送ってくれた素敵なお花です。この場所はこうダイニング入ってきてすぐ目立つ場所なんで、お花とか植木をいつもその季節によって買えるようにしてます。なんかエコバッグがすごくたくさんかかってますけど、これも私がオリジナルで作ってるエコバッグで、これは次に販売するやつ、これはオンラインサロンで限定で皆さんに売ってるやつ。こういうデザインも自分でしてるのですごく愛着が湧きますね。シンプルイズビューティフル、シンプルは美しい、エナジーセービング、こういったものを何気なく発信しながら作っております。そしてここ椅子なんですけど、これはいつも私が外を見ながらゆっくりコーヒーを飲んでいます。こっちからの眺めが私の大好きな我が家の、眺めでございます。庭を眺めながらゆっくりコーヒー飲むのが大好きです。ここはウッドデッキですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。1年以上前、もうコロナが始まる前に YouTube 始めてね、でその頃ルームツアーをやったんだけども、いろいろ基本的なところは変わってないんだけど、ちょっとずつちょっとずつ小物でね、なんかこうお家の中は変わっていきますよね。土台は変わらなくてもちょっとした小物で洋服のコーディネートと同じようにね、ちょっとずつちょっとずつアップグレードして変えていくっていうのはすごい楽しいし、私大好きなので、お花はいつもあの前にも言ったかもしれないんだけど、ちょっと枯れてきたなって頃にはお花また買いに行って新しいものを買ったり、 お庭からちょっとハーブ摘んできたりとか、いろいろ楽しめることを生活の中に取り入れて、気分を変えて、特に今コロナでね、あの気分転換も必要だと思うので、そういうところでちょっとずつお家の中を変えてみるっていうのはどうでしょうか。自分のアイデア次第で生活ってすごく楽しく変わると思うのね。それが今大事だなって思えるし、まあ家族がねだんだん成長してって、お家にいる時間も少なくなってきて、私も一人の時間が増えてきてるけど、それを楽しむってことがやっぱり大事なんじゃないかなって思います。ということで今日はちょっとしたルームツアーやってみたけど、次回はまだ決めてませんわからない、何やるか。まあでもね、また楽しみにしてください。そして気に入ったらいいね、それからチャンネル登録もよろしくね。ということでまたすぐね、バイバイ、ありがとう。